バスケットボールアルゼンチン代表はアルゼンチンにおけるバスケットボールのナショナルチームである。アルゼンチンはフィバ創設メンバーである。1950年に開催された第1回世界選手権に開催国として出場し、初代王者となる。オリンピックは1952年のヘルシンキで4位になったが、これを最後に遠ざかり、1996年の アトランタ大会で44年ぶり出場を果たした。2002年世界選手権は予選リーグから8連勝で決勝に進出した。決勝はユーゴスラビアに敗れて銀メダルを獲得。2004年アテネオリンピックでは予選リーグ3勝2敗の3位通過だったが、準々決勝でギリシャ、準決勝でアメリカを破って決勝進出。決勝ではイタリアを84の69で破って、 金メダルを獲得した。2006年世界選手権は予選リーグ全勝、決勝トーナメント、準々決勝も勝ち上がったが準決勝でスペイン3位決定戦でアメリカに敗れて4位。2008年北京オリンピックは3位決定戦でリトアニアを破って銅メダル。オリンピック後にフィバランキング1位となった。2019年ワールドカップで4大会ぶりの銀メダル。 2021年開催の東京オリンピックは2連敗スタートとなったが3戦目で日本を破って予選リーグを突破。準々決勝はオーストラリアに敗れた。ありがとうございます。